ちゃん。マミー、マミー。ん？ん？何それ、むっちゃん。デレデレデレデデデレデレデレデデレデデレデデ。今お昼に小麦ちゃんと麦ちゃんがお友達と遊びに行くので、その時のお弁当を作ってます。芋餅と混ぜ込みご飯、うん、最近ハマってるやつ、ね、そう、美味しいやつ作ってるんだよね。はい、どう？熱くない？食べれる？唐揚げみたい。わー、お弁当出来上がりました。ツンツンしないでパパ食べるからさ。パパ。それパパではない。パパ。それとメロ。メロ。もう行くんだね。行ってくるね。うん。芋ちゃん、バイバイよ。バイバイよ。バイバイ。気をつけてね。うん。もっちゃんの後ろ髪がなんか可愛いことになってるけど。後ろ髪可愛いよ。クリーンってなってるけど。今日はテンパもっちゃん。バイバイ、ダディ。バイバイ。バイバイ。タッチ。むちゃん、バイバイ。何回目？いってらっしゃい。バイバイ。バイバイ。むぎちゃんとこむぎちゃんがね、今お出かけに行ったので、僕はね、今一人です。ちょうどお昼になったので、さっきこむぎちゃんとむぎちゃんがね、一緒にお手伝いして一緒に作ってたお昼ご飯を今から食べます。なんか一人のご飯ってあんまり慣れないですけど、いただきます。うん、安定の美味しさ、なんと美味しい。むぎちゃんがね、なんか塩昆布をいきなり買ってきて作ってくれたのがきっかけだったんですけど、この芋餅もね、あったかいのはすごいやっぱり美味しいんですけど、冷えても美味しいので、お弁当にもね、すごい活用できます。小麦ちゃんが来年から幼稚園に行くので、お弁当をね、いろいろレパートリー増やすために麦ちゃんがいろいろ作ってくれるって言ってたので、楽しみ。またこんな美味しいのをね、作ってくれたらもう病みつきですね。おててパッチン、いただきます。どうぞ。スプーンで食べて。タリンって言うと本当から、マリちゃん持ってきた。パンあるよ。さすが、お箸持ってきないのね。いや、ブロッコリI'm sorry.
くした。